ビースバーデン級軽巡洋艦は、ドイツ海軍が建造した軽巡洋艦で1910年度海軍計画で2隻が建造された。ドイツ海軍での類別は小型巡洋艦。本級は全級であるグラウデンツ級の改良型として設計、建造された。変更点は、設計段階から、手法口径は15センチメートル速射砲を選択するとともに、 魚雷兵装も水上発射艦を搭載した。このために艦型も大型化して5000トン台となった。また、ビースバーデンの推進機関は片源のみ、巡航タービンを組み込んで航続距離の延伸を図っている。爆撃標的にされたフランクフルト。本級の船体は全球に引き続き、朝鮮首脳型船体を採用していた。 艦首は前方に強く傾斜したクリッパー型の艦首から、中央部が狭い艦首甲板状に波切り板を設けた、後ろに、主砲の15センチメートル速射砲を棒立てのついた、単装砲がで1番2番主砲を並列配置で2機、その背後に司令塔を基部とする船橋を乗せた、箱型環境と全部マストが立つ。船体中央部に等間隔に並んだ3本の煙突が立ち、 その周囲は関西艇置き場となっており、関西艇は2本一組のボートダビットが片弦二組で計四組により運用された。原則甲板上には 15cm 速射砲が片弦二機配置された。三番煙突の後方に後部マストが立ち、船手楼の末端部に七番手砲一機で、そこから甲板一段分下がった後部甲板上に八番手砲が後ろ向きに一機で、 疑似的な背負い式配置とされた。ありがとうございます。